さあ始まりましたね。本田選手ピックアップ動画1本目です。相手先発有原選手ですね。いやちょっと打てますかね。いや撮影以外であんまりプロスピしないんですよね。プロスピっていうかリアタイですね。さあいいっすね、チャンスメーカー。いやーしっかりシングルヒット打って盗塁したいですけどね。俊足警戒とボールですね。いや曲がらなくないですか。そんなもんですか。いやーちょっときつい。おおやば、相手めっちゃコントロールいいっす。いやーマジか、今のちょっと入れたかったな。さあいやーマジか、おー危ねえいやストライクに見えたんですけどね。さあおー危ない、ナイスヒットっすね。いいっすね本田さん。さあ2番井出穂さんですね。ちょっと盗塁したいんですけど、どうっすかね。相手キャッチャー梅野さんっすかね。そうっすね。いやどうかな、ちょっといやおー危ねえ、ちょっと押しそうでしたけどね。危ねえ。さあいやちょっと振っちゃった。よし次行きましょう。いやノーマルまあエンドランということで、いやボール球でしたけどね、ラッキーっすね。さあグラシアル選手いいっすね。集中、よーしボールですね。いやなんとか本田さんに順回したいですね。よーしナイス流し打ちですね。ちょっと今日は意識して流せてるんでいいっすね。さいいっすね小久保さん。さ4番っすね、しっかり返してほしいですねランナー。いやーちょっと早かったか。そうだよね、ちょっと早いっすね。よーしナイスさ、しっかりランナー返していきましょう。よー完璧っすね。いやえぐいっすね小久保さん、やばい。でおーいいっすね柴原さん、得の全部出てますね。いやいい、非常にいいです。いいっすね。あふう、いやちょっと今のタイミング合わなそうだったんでずらしたんですけど。さあいやスローか、マジか。さあしっかり次っすね。おーボールっすね。さあフルカウント見極めていきたいっすね失投か、ちょ全然タイミング合ってなかったっすね。はいでは長谷川選手っすね。いやいい、いや交代かな。おー帰ってこない、タイピン出ないっすね相手。いやマジか、入れてきた。さあボールっすね。集中、おおナイス戦、強いよね、あの強い、強いっすよね、あのサークルチェンジ。さあスリーボールっすね。これは抜けましたね。よしナイスバッティングっすね。いやいいっすね、5点目取れましたね。でここにバレンティンがいると、いや今日ギータ入ってないんですけど、いい打線ですよね。さあ、いや、ファールっすね。よしよし、ナイス戦っすね。さあ、集中。いやー、それ打たんとダメっすよ。さあ、次っすね、狙い、ドキですけど。入れてきませんね。なかなか相手ボール球多いっすね。よしナイス流し打ちっすね。さでここに解散と、まああマジか、ノーアウトやったのに。でまあ本田さんこの回回ってきそうっすね。さ今宮さん次ですね。いやー早いか、しっかり集中。よしサークルチェンジですね。意外と曲がりますよねサークルチェンジ。モイネノさんも多分そん、あモイネノさんもそんくらい曲がると思うんで。でマッチョ対ピン一緒っすね有原さんと。さあ集中、よしナイス。いや結構相手カウント悪くしてきますよね。でまあ
そこ打たんとな、ちょっとダメだな。さ、いや危ねえ。いやマジか、正面では、本田さんで打てればいいんすよ。でここで書いてくるか、マジか。ブセニッツ、マジか、いいっすね。変化量、ちょっともう変化わかるんすよ、そんな。あやべ、マジか、ちょっと主役なんすけど。さあ集中いやわからん、マジか。いやーきついっすね。まあしっかり相手抑えて次の試合行きたいっすね。さあこっちの先発は和田投手っすね。しっかり抑えていきましょう。さあ糸井さんっすね、一番スラカットで攻めていきたいけどね。よし、落ちる。いやマジか、ボール球なんですけどね。いやきついな、まあ、自分も結構やってるんでフォアイコってとこなんですけど。さあ2番ギータっすね。いやマジか、入った。いややばい、おーナイス。いやさすが柴原さんっすわ、安心ほんと。さあ土部さん、福留さん、あやべ、あマジか、おあすいません。いやマジか、おでもタイピン出ましたね。いやちょっとここ抑えていきたいんですけどね。これ振ってくれたらでかい。よーしゲッツ、おそこのゲッツ取るんすか、いいっすね。なんか最近あんま取らないイメージあったんですけど、なんか今日取ってくれましたね。ちょっとアップデートされたんですかね。さあコールドできたんで2試合目しっかりやっていきましょう。はい、では2試合目やっていきます。相手先発ディクソン投手なんですよね。しっかり打てますかね。こちらの先発は高橋嶺投手です。前回やったっすかね。まあ高橋嶺投手の動画開けたんですけど、どうでしたかね。分かってくれてたらいいんすけど、あやべ、いやそうっすね。あと多分なんか見てない人もいるのかなと思ったんで一応言っておくんすけど、あ試合終わった後コメント返信したんすけど、まあそこ見てない人多いのかなと思うんすけど、そこでも結構なんか大事なこと、高橋嶺投手の配球で大事なとこ話してるんで、まあ見てくれたらと思うんすけど、いや打たれますね。見てくれたらと思うんですけど、あまあ見てくださいということですね。さちょっと抑え、いやーマジか、でかい方狙ってるんだよな。よナイスグラシアルですね。結構守備範囲広いっすよね、守備視野って。いやーきつい、相手えぐくないっすか、おー危ねえ。いやちょっとこれはこういう相手にはちょっともう変えていくか、まあ多分後半で話してると思うんですけど、配球変えていくしかないんですけど、ちょっと今回は変えますか。泉さんですね。いやもうちょっと泉さんの安定感が半端ないんで、ちょっと投げていくんですけど、でもまだちょっと配球模索中なんですよね。どうなんですかね、多分ツーシーム狙ってるんですかね。いやボール、じゃあちょっとカットボールで振ってくれないですかね。いやちょっと相手うまいっすね。こう入れていきますか。よし、いいね、いいね、いいね泉さん。さ、いやタイピン出ない、きついな。でもこういう時にフォークを投げるんですよ、ここから。これで1球で打ち取りたい。おー、いやー外野前進してたか、マジか。ちょっとマジか、調子乗りましたね。さ、タイピン出ましたね。でも定位置、なんでここでは定位置で、さっきはさっき外野前進したから、ね、多分外野前進やったと思うんですけど、ストレートいけ。ちょっと詰まりすぎっすよさすがに。ではここで立てさ、よーしいいっすね泉さん、強い、やっぱ強い。さ本田さんっすね、本田さんからっすね。しっかり点数返していきましょう。いやディクソン打てるかな、ちょっと心配なんですけど、なんかこういう変化球が大きいピッチャーってなんか打てる人打てない日があるんですよね、ちょっと怖いっすけど。入ってるよね、ちょっとこんぐらい曲がるんすね。いやえぐい。よーし、さこれは二塁打すかね。いや盗塁もしたかったんですけどね、3といっちゃいますか。いやさすがに無理ですね、ちょっとこの試合ではもうちょっと楽な試合でいきたいんですけど。さよーしナイスセンスね。よーし、いや相手結構うまいっすね、ディクソン投手の使い方が結構うまいですけど、ちょっと打っちゃいますね。いやナイスホームランですね。さ
3番グラシアル選手ですね。いいっすね。いや入るよな、それ打ちたいな。ちょっとこれは抜けますね。ナイスバッティングですね。相手レフトギータスか、レフトギータスね。まあ多分個人的にホークス純正ではレフトギータ使うくらいなら、まあ、グラシアル選手とか、まあ、使うぐらいならっていう言い方ですけど、グラシアル選手か長谷川選手を組んであんまないっすね。まあ、ギータは DH かセンターかライトっすね。よー危ない。さしっかりつないでいきたいっすね。柴原さんつなぎの5番として、よーえあー危ねえ。ちょっと振りそうやったんですけどね。まあこれは振ると、いや早いか、マジか、いい感じで打ってたんですけどね。いやうまい相手、そこにツーシーム投げるか。でまあこれはボールなんですよ。さあ次っすね。よーしナイス。さあ満塁で誰ですかね、菅川さんかな。多いっすね長谷川さん。しっかり逆転いきましょう。よーしナイスバッティング。さあ逆転しましたね。いやもうこのまま強制いきましょうか。さあいいっすねバレンティ。あやべ、いやしくったもうまたやん、さっきの試合もしましたね。これは抜ける、おーいいっすね。いやパワーっすよパワー、なんか結構打ち上げたかなと思ったんですけどね。パワーっすねパワー。さあ解散、集中していきましょう。これは抜けますね。いや海さんも打ちやすいんですよね。さえ あと1点ですね、コールまで。さあちょっとここで打たへんすね。いやちょっと本田さんで決めたいな。えどうすっかな、ちょっとミート打ちしますか。ミート打ちでシングルヒットで、マジか、コールしちゃいましたね。ちょっと本田さんで決めたと勝ったんですけど、まあ3試合目に行きましょう。どうぞ。さあしっかり本田さんで出塁していきたいですね。相手いやまた高校か、今日ちょっと高校多いっすね。何試合かしてるんですけどね、ちょっと動画になってない試合もあるかもしれませんが、さあギータっすね1番。さあ杉内さんでしっかり抑えていきましょう。いやそのこれがこれですよ、俺が言いたいのは、これを入れていってくださいっていうことなんですよ。でまあ振りますよね、さっきの入れられたら。いやいいっすね、ちょっと杉内さんのいいところ出てますね。でまあドロップカーブとかも、いやそれはフランカーさすがに。でまあ同じところからストレート、いやこれちょっと早すぎたかな投げるの。まあ見逃してくれましたね。入らんか、マジか、どうすっかな。ちょっとサークルチェンジとか投げてみますか。いやちょっとボールすぎたな、どうしますかね。じゃあちょっとカットボールのとこからスライダーを投げますか。これはよーし、お本田さん取りましたね。さあ3番浅村選手ですね。いやちょっと相手怖いっすね。大丈夫、いやもうちょっとめちゃくちゃいいとこ決まってるんだけどな、振ってくれないっすよね。いやきついな、結構杉内さんドロップカーブが生命線なんで。よしナイス本田さんですね。さあこの試合はなんとか出塁したいですけどね。相手ピッチャー有原さんですね。いや相手いいっすね、アキラさん使ってますね。いやめちゃくちゃいいと思いますよ。さあいやそうっすね、新シリーズのアキラさん持ってないんですよね。ちょっとチャンス持ちなら使いたいんですけどね。さあスローカーブ投げてきますね。さあよしシングルヒット、もういいっすね。さあ盗塁チャンス、相手城島さんですかね。いや違うな、いや城島さんですね。いや盗塁警戒してるんですかね。そうっすよね。じゃあちょっとここでいきますか。いやえぐい、このスタートはえぐい余裕すぎますね。いやえぐい、いやタイピン出たわ。いやまあほんとそういう、いや入らんすよね。いや3投
いや、まあこの試合は無理っすね。よーし、フォアボールっすね。さ、グラシアル、いいっすね。さ、しっかり打っていきましょう。これは抜けますね。いいっすね。ナイスバッティングっす。さ、イドホさんも三塁まで行ってくれましたね。さ、タイピン出ないっすね。国語さん、いいっすね。やば、めちゃくちゃ振り遅れてるんですけどね。面白いっすね。さ、柴原さん、いいっすね。タイピン出てないっすね、相手の方。えぐい。いや、今のは打てんわ。さ、ちょっと相手えぐいっすね。さ、惜しい。ちょっとタイミング合ってたらホームランいけそうやったんですけどね。ちょっと遅れましたね。さ、いいっすね、長谷川さん、徳の前座し。さ、いや、もうちょっといいっすね。さ、バレーさん、いや、そうっすよね。なんかもう全部真ん中投げてきますね、相手。ちょっと逆に打てんかもしれんっすわ。さ、いや、危ね、井端さんやったんですけど抜けてくれましたね。さ、ここで回したいっすね。いや、なんとかシングルヒットっすね。で、まあ、はい、前編はとりあえずここまでですね。まあ、おそらく抑えて勝つと思うんですけど、次回は、まあ、後編ですね。後編はちょっとあの二遊間を再現していこうと思うんで、ぜひ楽しみにしていてください。では本日もご視聴ありがとうございました。伊豆でした。